さんこんにちは、コスケでーす。なんかね、前回の動画かで言ったんやけど、おすすめのさ、回復能力持ちキャラクターというか、おすすめの住人で、その時にマーガレットでさ、なんかね、特殊な回復魔法があるよって話したやん。で、俺それをちょっと検証すべく、レベル142まで上げて、自分にね、毒状態を課せて、回復魔法、キュアオール以外の回復魔法をちょっと、引き出そうと思って、検証1時間ぐらいやったんだけど、全然使わんくて、どういうことなんやろと思ってめちゃめちゃ調べたんよね。したら、まあ、技名は、レインボーっていう技。で、これなんか、レインボーってなんか、ルーンファクトリー3の時にもなんか魔女っ子の女の子言っとった気するんだけど、気のせいかな。で、なんかね、特定の恋人イベント後、レインボー、かっこ HP 状態異常回復を使ってくれるらしくて、もうね、俺その特定のイベントっていうのをね、ちょっとまだ終わってないらしくて使ってくれんかったんやけど、条件はね、レインボーはすでに他のキャラと結婚していたり、主人公が女性だと習得できない点と、回復量がレインボーを受けるキャラクターの魔法攻撃力依存な点に注意がいる。使用頻度が高く、一定のレベルを超えると、この傾向になる。回復される側の能力次第では50万以上の HP を瞬時に回復する。すごっ。彼女は最強のヒーラー、たらしめる専用魔法。極めつけは前作のペルシャよろしく、恋の予感の減少効果を反転して倍増する体質のため、レベル10、恋の予感で属性攻撃無効プラス、HP& 体力3倍、超回復技と、何これ？頭おかしいやろ。レベル10、恋の予感で属性攻撃無効、HP& 体力3倍。超回復なるほどね。あ、もう終わっとるね、もうこれは。こんな強かったんだ。ちょっと俺、特定のイベントをクリアしてないから、まだちょっと、本質に気づけてなかったんだけど、ちょっと今日からね、マーガレットの、育成にちょっと取り掛かってみようかなって思うんで、ぜひね、またそのレインボーを使うようになったら、しっかりと動画にするんだけど、もしもね、マーガレットのこと結構好きで、もういっぱいイベント終わらせとるよって人は、多分まあ特定のイベント終わってレインボー使うと思うから、ぜひね、やってみてください。さよなら。